世間が忘れた頃にしれーっと普通に続けるつもりなのは目に見えていますから、誇れ、それしかないでしょうね。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。このチャンネルで僕が常々話しますことはあくまでもエンタメの範囲内に考えておいてください。ファンタジーやおとぎの国の話程度に捉えておいてもらえると幸いです。本日の話題は宝塚歌劇団の闇についてでございます。先日動画をアップしましたタカラジェンヌ有谷キーさんをいじめておりました上級生4名の動画はそこそこ反響がありました。アホの宝塚ファンからバカコメントが来ていましたが、どこまでも愚かですね。有谷キーさんの遺族が悲しんでいるでしょう。人が一人亡くなっているのにもかかわらず、劇を早く鑑賞したいからでしょうか、いじめた側を必死に擁護していましたね。バカにつける薬はない、バカは死んでも治らない、誰が考えた言葉かは分かりませんが 100% 正しいですね。まずは海を出し切らないといけないでしょう。宝塚はひょっとしますとジャニーズの件より根が深いかもしれません。有谷キーさんだけの話ではなく、隠蔽され続けてきた悲劇もありますし、上層部は有谷さんの自殺を何とも思っていなかったことを裏付ける報道まで出ました。まずはマカロンを読んでいきましょう。先生は文春の最新記事見られましたでしょうか。なんと有谷キーさんが亡くなった日に宝塚のドン阪神阪急ホールディングスの住会長は知った上でゴルフをしていたらしいです。許せません。宝塚解体すべく闇を暴く動画をお願いします。はい、マカロン投稿ありがとうございます。当然ですがこんなのは想定内です。住会長だか誰か知りませんが、運営側なんて一切何とも思っていないでしょう。正直心の奥はうぜえな、しょうもない事件起こしやがって、宝塚公演ができないと売り上げ下がるやんけと、それしか考えていなかったでしょう。やはりそもそもなんですよ。今回は有谷さんが自死されましたが、いつこういう事態が起こってもおかしくなかった。ずっとめちゃくちゃしてきたことがバレただけ。まさにジャニーズと一緒。昔から繰り返しやってきたことなんですが、最近はほとんどの人がスマホを持っていたり、 SNS で一般人でも情報を拡散しやすくなったので、バレるような状況になったのでしょう。宝塚もジャニーズも相撲も歌舞伎も始まった当初から闇があったに決まっています。今日はニュースや宝塚が隠してきたことを暴露していきましょう。それでは本日の項目です。項目1、住和夫会長人の死よりゴルフ。項目2、人の心がない新理事長。項目3、和樹ひろみさん。項目4、鈴木育子さん。項目5、天海祐希さん。項目6、灰田翔子さんの6項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、住和夫会長人のしおりゴルフです。では今回マカロンに投稿してもらいましたニュースから確認していきましょう。文春オンライン様の記事を引用させていただきます。宝塚のドン阪急阪神ホールディングスの住会長が宝ジェンヌ転落死当日ゴルフに興じていた、週刊文春質問状の直後に辞任報道、関係者は今の今まで隠蔽というタイトルでございます。宝塚歌劇団空組の劇団員有谷キーさん25歳がマンション敷地内で死亡しているのが見つかりました。9月30日に宝塚歌劇団を運営しております阪急阪神ホールディングス会長の住和夫氏が阪急電鉄役員のゴルフ会に参加していましたことが週刊文春の取材で分かりました。事件の一報がもたらされました後もゴルフ会を続行していたそうです。週刊文春の取材に事実確認を認めています。きっかけは阪急関係者からの以下のような情報提供でした。有谷さんが他界しましたのが9月30日未明です。当日の朝には阪急の首脳に一報が入っていました。ところが住和夫会長、島田康夫社長、野村義文専務、コンプライアンスリスク管理人権啓発などを担当、ほか電鉄役員らが住会長が理事長についています。西宮カントリークラブでゴルフに興じていたのです。大切な劇団員の命が失われたというのにゴルフを優先させており許しがたいです。それを今の今まで隠蔽しているのですと語りました。さらに別の疑惑もあると言います。また住会長はダイキン工業の欧州子会社でありますダイキンヨーロッパ社の創業50周年記念式典に出席するため、夫人と共に10月8日から1週間余り欧州に出かけていました。本来なら旅行を取りやめて歌劇団の問題の究明とその解決に即座に心血を注ぐべき立場にありながら、事前に決まっていました欧州行きを優先させたのです。もしこれが事実だとしますと、阪急阪神ホールディングスの企業統治にも関わります重大な問題を放置し、同社の一部門であります歌劇団に問題を丸投げしていたとのそしりは免れません。11月20日朝、阪急阪神ホールディングスに質問状を送付しましたところ、締め切りと設定しました。17時を過ぎて回答がなく、その後広報担当者が
少し遅れますが絶対に回答しますとしました。そして19時35分に次のような回答がありました。9月30日中アリアさんが亡くなった日は事前に決まっていました。阪急電鉄役員のゴルフ会に参加しておりました。ダイキン工業の井上会長が理事長を務めます。関西フィルの50周年記念の欧州公演に理事の多くが応援のために参加しており、理事の住も参加しておりました。合わせてダイキンヨーロッパ社の創業50周年記念式典で祝辞を述べることを依頼されたものであり、社用による出張ですと回答しました。編集部にこうした回答ファックスが送られてきました。1分後に共同通信などが次のような記事を速報しています。宝塚歌劇団の俳優の女性25歳が急死した問題で、阪急阪神ホールディングス会長の住和夫氏が養成機関の宝塚音楽学校の理事長を近く退任することが20日関係者への取材で分かった。後任に12月1日付で歌劇団理事長に就く村上浩二氏を当てる方針、宝塚のドンと呼ばれました住氏、宝ジェンヌ転落死事件当日のゴルフが露見した直後に音楽学校の理事長辞任が判明したことになりますが、辞任によって一連の経緯の説明責任を免れるわけではありません。今後詳しい経緯の説明が求められそうです。はい、ということでとんでもないおクズでした。そして新しく理事長につきました、この村上氏も漏れなくクズでした。それでは次の項目です。占いバスターズ項目に人の心がない新理事長です。はい、ということでゴルフの件がバレたので住会長はすぐにエスケープ、わてはもう知りまへんで状態になり、新しく村上浩二氏が新理事長になるみたいですが、一瞬でクズっぷりが露見しました。女性自身様の記事を引用させていただきます。劇団側の会見には落胆したファンも少なくないようです。アリアさんの遺族は上級生から額にヘアアイロンを押し付けられたと主張しましたが、劇団側はパワハラやいじめを否定、故意だとは認めませんでした。遺族側は再検証を求めましたが、新理事長に就任します村上浩二取締役56歳は証拠があるならお見せいただきたいとコメントしました。このような対応は解決に導くどころか火に油を注いでいますと全国指揮者は語りました。今年9月に空組に所属します劇団員のアリアさん、去年25歳が急死しました問題を受け、11月14日に会見を行いました宝塚歌劇団。公表されました調査報告書ではいじめやパワハラは確認されなかったと結論付けられましたが、遺族側の代理人弁護士が事実認定と評価は失当であり、劇団と上級生の責任を否定する方向に誘導していると反論するなど波紋は広がるばかりです。入団7年目でしたアリアさんは下級生のまとめ役を務められておられました。しかし亡くなります直前の1ヶ月間労働時間は400時間以上でした。1日の睡眠時間はわずか3時間で、実質的な休日はなかったといいます。アリアさんが置かれていました環境が明るみになる中、劇団側と交わしていました契約内容がブラックすぎるとして物議を醸しています。歌劇団は過密スケジュールによります過重労働や上級生によります指導でアリアさんの心身的負担を増大させた可能性を認めました。一方でアリアさんが劇団側と結んでいました契約は業務委託契約です。劇団では入団5年目までは労働契約を締結し、6年目以降は業務委託に移行するとのことです。しかし遺族側の代理人弁護士は11月10日の会見で実質的には労働契約だったと指摘しました。本来であれば業務委託契約を交わした契約者間の関係は対等とされるはずです。しかし実際の契約内容には劇団が決定した方針に従わなければならない、劇団の許可を得ずに他社で演技や歌唱をしてはいけないなど、時間的場所的に拘束力の強い規定が並んでいたのです。劇団側と従属関係にあったとみなされかねない契約内容にネット上では改めて批判が続出しています。14日の会見では伝統の中で守っていくべきものも間違いなくあると断言していました村上取締役。初公演から109年にわたって清く正しく美しくを掲げてきました伝統は今大きく揺らいでいるという記事でしたが、ずっと隠され続けただけなんですよね。いろいろ調べてみますとアリアさんの件だけではありませんでした。それでは次の項目です。項目3、和樹ひろみさんです。今から65年前、宝塚歌劇団という華やかな歴史の中で起こってしまった和樹ひろみさんの胴体切断即死事故をご存知でしょうか。舞台上に設置されておりました競りの駆動部分に衣装が巻き込まれまして亡くなってしまいました。和樹さんは亡くなった当時まだ21歳という若さでした。この事故で和樹さんは上半身と下半身が真っ二つになるほどの衝撃的な死を遂げています。なぜこのような痛ましい事故が起こってしまったのでしょうか。和樹さんは1936年に神奈川県藤沢市に生を受けました。両親に可愛がられ、
実家は東京都墨田区内で工場を営んでおり、お嬢様育ちだったそうです。この頃でも宝塚はお金持ちを相手にしていたんでしょう。事故が起きましたのは1958年4月1日の夜の部、午後6時25分頃だったそうです。和樹さんはハートの7役を急遽代役として演じていました。舞台上から競りの上に立ち、奈落へと降ろされました。この時和樹さんは円形のスカートだったそうです。バリバリという音と何かが飛び散る音がしたと言います。衣装が競りのシャフト部分に絡みつき、和樹さんは宙吊り状態で回っていました。その衣装のドレスの裾が競りのシャフトに巻き込まれたため、胴回りのスチールベルトが和樹さんの胴を締め付け、体を真っ二つに切断してしまったのです。この事故の真相を宝塚歌劇団が守るために隠蔽されてきたかもしれないという噂もあるそうです。一緒に出演されておられました松島美奈子さんの証言で、競りが下がる前に飛び降り、その直後に絶叫する声が聞こえたと言っています。松島さんの証言を元に調べを進めますと、3秒程度の時間で胴体が切断されることになったのですが、実況見分の結果と食い違っていることが分かりました。実際の競りが下がりきるまで13秒ほどかかり、胴体が切断されるまで6秒から7秒かかるということが判明しているのです。これは松島さんが身を守るため、ひいては宝塚歌劇団を守るために隠蔽しようとしたのではないかという憶測が広まる原因となったのです。そして宝塚は項目1のゴルフの話とこの当時から変わってはいませんでした。なんと和樹さんの事故の翌日から公演を続行したのです。公演中胴体が切断されて死亡するという痛ましい事故は決して忘れてはいけない事故です。ですが宝塚歌劇団公式の歴史の中にはこの事故は出てこないのです。この頃から隠蔽体質は変わっていませんね。それでは次の項目です。項目4、鈴木育子さんです。続きまして宝塚96期生いじめ事件の被害者の鈴木育子さんです。鈴木育子さんは2008年に宝塚音楽学校で起きました宝塚96期生いじめ事件の被害者として知られています宝塚音楽学校の元生徒です。鈴木さんは宝塚音楽学校の受験に合格し、96期生として入学し、スミレ寮では一番委員主席の生徒と同室となりました。96期生が入学してすぐの2008年4月12日から16日にかけて、寮や学校内で生徒の現金や私物がなくなる窃盗事件が起こっていました。5月28日、事件を問題しました。宝塚音楽学校は被害を訴えます生徒らに被害届を提出させます。6月15日、鈴木さんが不在のタイミングで寮の部屋が捜索され、なくなっていた物品のいくつかが発見され、鈴木さんは複数の生徒から質問を受けます。精神的に追い込まれました鈴木さんは、思わずそうかもしれないと答えてしまったそうです。こうして鈴木さんは中学時代から盗み癖があったことにされ、それをもとに精神病院に通っていたとする事実ではない話まででっち上げられてしまいました。頭壁があり精神科通いの報告を鵜呑みにしました宝塚の職員から、精神科に通えなどと言われます。夏休みが終わった頃から鈴木さんは他の生徒から、死ねばいいのに私の視界に入るななどの暴言を浴びせられるようになりました。9月17日、複数の生徒がコンビニで鈴木さんが万引きしているのを見たと学校に告発します。10月12日、鈴木さんは劇場ロビーで財布を拾いました。鈴木さんはまた盗んだと言われるのではと怖くなり、すぐに届けるルールを破って母親が来る数日後まで部屋で保管しておくことにしました。10月20日、鈴木さんはロッカーにあった他の生徒の携帯電話をその生徒に届けようとしましたが、携帯を見ればいじめの計画がわかるのではと考えてしまい、携帯を部屋に持ち帰ってしまいます。その日アイスがなくなったと言って鈴木さんの部屋を捜索に来た生徒が、この携帯と以前に拾っていました財布を見つけ学校に報告。10月21日通報を受けました警察が訪れ、鈴木さんは警察に財布を渡し、コンビニでの万引きの件については目撃したという生徒が警察に陳述書を書いて提出しています。11月8日、鈴木さんは学校職員によって強制的に飛行機に乗せられて実家へと強制送還されました。11月22日、学校から鈴木さんに一方的に退学通知が届きました。鈴木さんと保護者は退学処分は不当だとして神戸地裁に申し立てしました。裁判は双方が裁判所の調停を受け入れて和解で終わり、判決は出ませんでしたが、鈴木さん側の訴えがほぼ認定され、実質的に完全勝訴と言えるものでした。宝塚96期生いじめ事件の加害者、首謀者は誰か現在も分かっていません。この人ではないかという噂はありますが、はっきりしていません。相変わらず宝塚はうまく隠蔽していますね。それでは次の項目です。項目5、天海祐希さんです。次は超有名人ですね。天海さんは高校2年生の冬に満を持して宝塚音楽学校受験、
18倍という競争率をくぐり抜け、同期42人の中で天海さんはトップ合格を果たしました。当時の音楽学校の生活は軍隊並みの厳しさだったといいます。起床は4時半、早朝6時過ぎから8時過ぎまでは音楽学校特有の掃除の時間です。綿棒や筆まで使って教室から廊下、校内の至る所の隅々まで埃を取り除きます。それでも残ってしまった埃を見つけられ、これなーにと先輩からの嫌味な言葉が飛びました。音楽学校を卒業し月組に配属されました天海さんは、わずか半年ほどで新人公演で主演に抜擢されます。抜擢されました天海さんに羨望と嫉妬の視線が向けられるようになります。主役を金で買ったという噂が流れ、それを信じた人が天海さんに直接いくらだったんですかと尋ねたこともあったそうです。他にも受験をせずにスカウトだったとか、5年でトップにするという密約で入った、宝塚から保険金をもらったといったものまでありました。天海さんのそれまでの努力のすべてをなかったことにされるようなものでした。天海さんがステップアップすればするほど超豪華オクションに住んでいるなど悪意ある言葉が向けられたといいます。それまでに衣装紛失いじめなどにもあっていましたが、天海さんはそれを人に言わない強さを持っていましたから大丈夫でしたが、心の弱いタカラジェンヌでしたら今回のアリアさんのようになっていたとしてもおかしくなかったでしょう。それでは最後の項目です。項目6、ハイダ翔子さんです。ハイダさんも有名ですよね。僕でも知っています。ハイダ翔子さんは1998年84期生として入団しますと、2001年には星組公演ベルサイユのバラ2001で入団3年目にして初のエトワールを務めました。2002年に宝塚歌劇団を退団しました後は、持ち前の天然不思議キャラを生かして歌のお姉さんやマルチタレントとしても活躍しています。まず16歳で宝塚音楽学校に入学しましたハイダさんを待っておりましたのは、これまでの一般社会とは違う鉄のルールがある世界でした。上下関係が厳しく、1年目は笑ってはいけないという年末のダウンタウンのガキの使いのようなルールがあり、宝塚は音楽学校1年生が一番厳しかったといいます。ハイダさんが受けましたいじめ体験は、顔が生意気だとよく怒られました。理由は全く分かりませんでしたが、日々怒鳴られていたらしいです。ハイダさんのキャラクターなのか、怒鳴られてもなんで怒鳴られているか分からなかったと笑い話として明かしていたようですが、そんな宝塚での日々を振り返って、私の基礎を作ってくれた場所と目を潤ませていたので、やはり当時は辛かったはずです。当時のハイダさんを支えてくれましたのは、元宝塚の星組男役トップスターのアラン・ケイさんでした。ハイダさんはご自身のブログに次のように書かれておられます。トウコさん、アランさんのことですね。は、宝塚一性格がいいのではないかなと私は思っています。損得を考えず、誰に対しても同じで、上級生にも下級生にもみんなに慕われていました。それにお歌もお上手で、本当に素敵な方なのです。そんな歌はもちろん、人として尊敬する東子さんに久しぶりにお会いできて、しかも宝塚ではなくまた違う場所で同じ番組に出られるなんて幸せでしたと、中にはこんな人もいますから、入学する時期によってはまだ助かる時もあるんでしょうが、このアランさんのような方はおそらく稀中の稀でしょうね。大谷翔平選手のようなものです。僕はこれまでプロ野球選手をこの目で余裕で100人以上は見てきましたが、全員漏れなくクズでした。宝塚も僕の聞いている話ではアランさんのような方がいるのは耳にしませんから、ハイダさんはラッキーだったのかもしれません。ただアランさんが宝塚時代に甘やかしすぎたから、こんなスプーを書いてしまうくらいの人物になってしまったのかもしれませんね。はい、ということで、宝塚のエグさはずっと昔から続けられている呪いの伝統です。こういうのは一回解体しない限りは治らないでしょう。宝塚もジャニーズもなーなーで済ませて、世間が忘れた頃にしれーっと普通に続けるつもりなのは目に見えていますから、ここで一気に攻め込んでぶっ潰す、それしかないでしょうね。はい、ということで、今日は昔からの伝統、宝塚のいじめと隠蔽体質について話させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金すべて無料ですから、気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。